アップルマッキントッシュマック OSOS10 ヨセミテ OS10 ヨセミテはアップルが開発したマッキントッシュ向けのオペレーティングシステム OS10 シリーズの11番目のバージョンであるバージョンナンバーは 10.10OS10 マーベリックスの後継バージョンとして2014年10月17日に無料でリリースされたセキュリティアップデートは2017年7月で終了している 2014年6月3日に開催された WWDC2014 の基調講演にて発表された。同日開発者へデベロッパープレビュー版も配布された。名前はヨセミテ国立公演から付けられた。システムフォントが MacOS 1 v 1 0 0以来採用されてきたルシディグランデからヘルベチカノイエに変更されたほか付属アプリケーションソフトを含めた フラットデザイン採用の徹底やウィンドウの半透明化など、マーベリックスから細部にわたるインターフェースの見直しと外見の変更が加えられている。MacOS のセキュリティアップデート公開、京都大学情報環境機構、最終閲覧、2017年9月26日、MacOS シエラ10.126、セキュリティアップデート2017から 003L、キャピタン、 セキュリティアップデート2017から003寄セミテのセキュリティコンテンツについて Apple サポート2019年11月22日閲覧 WWDC2014OS10 ヨセミテと iOS8 を正式発表写真あなたのフォトコレクションすべてを全く新しいフレームに日本語入力の基本マクファーン2020年5月30日閲覧 ありがとうございます。